ショーン・タンは、オーストラリアのイラストレーター、絵本作家、映像作家。レッドツリー、アライバルなど大人向けの絵本作品で知られる。西オーストラリア州フリーマントルに出生。パース北部の郊外で育つ。西オーストラリア大学で美術と、英文学を収める。マウントローリーのスタジオにて、数年間フリーランサーとして活動した後、2007年より、 ビクトリア州メルボルンを拠点に活動。マレーシアから西オーストラリアに移住した父の経歴が作風に影響を与えている。2008年、文章を一切入れずに描かれた作品、アライバルにて、アングレーム国際コミックフェスティバル、最優秀作品賞を受賞。その他世界幻想文学大賞アーティスト部門、9号賞、プロアーティスト部門、リトマー賞最優秀芸術部門、 アストリット・リンド・グレイン記念文学賞など多数の受賞がある。単の作品はオーストラリア特有と評される。平凡かつ異常、見慣れているのに馴染みがなく特定の場所でありながら普遍的、安心と同時に恐ろしく、親密なのに距離があり、ストリート・チルドレンでありスプレッツァ・トゥーラである。ビジレイクはなく、誇張もない。そのもの以外の何者でもない。ありがとうございます。